はい、皆さん、こんにちは。ついにですね、レーザー USB ダートクロス届きまして、そして、無事完成いたしました。バーン。いやー、なんかこの、ね、すごいこう、後ろのキャビン、キャビンの位置がね、あまりにも後ろで、ちょっとどうなのっていう、かっこ悪いんじゃないっていうね、意見もあったしね、私、いや、意見もあったっていうか、人の意見っていうよりも私がね、かっこ悪いんじゃないかなって思ったんですよ。なんですけど、まあ自分で作ってみるとね、まあ愛着も湧くし、まあ結構綺麗に塗れたんでね、まあかっこいいなと。思ったより いけるかなと。微妙な言い回しですが、いけるなとは思いますね。はい。カラーはですね、メタリックブルーですね。タミヤのこのメタリックブルーと、それから、ブライトシルバーですね、ウィングとドライバー人形と、あとこの裏打ちですね。メタリックブルーの裏側にさらにシルバーを吹いているという形になりますね。はい。日曜日に届いて、今火曜日ですね、3日目に完成いたしました。はい。いいですね。さあ、そしてですね、じゃあ、早速ちょっと動かしてみますかね、まずね。ちょっと待って。スイッチがここに。はい、という感じですね。はい、ちょっとね、中開けてみたいと思いますが、今ね、結構まだ電源入ってるんですけど、ミーっていう音がしてますが、よいしょ。ボディを取るのが、よいしょ。このダンパーステーのところ、ここをね、こうくぐらせて、こう取るわけですね。はい、こんな感じです。で、もうここでファンがブンブン回ってますね。二つ回ってます。というわけです。はい。じゃあですね、ちょっと制作に関する、まあ、作った感想とね、あとまあできたところでのレビューなんかをしていきたいなと思いますね。で、まずね、メカ類に関しては、モーターはですね、ルマンゴールド、240ゴールドですね。ブラシレスモーターですね。13.5 ターンになりますね。まあ、4WD はなんか 13.5 ターンっていう、まあ、合うっていうようなことなのと、まあ、早くしたかったんでね、そういう感じで 13.5 にしました。そしてですね、ちょっととりあえずドライバー人形なんとなく撮ります。まあ、でも撮っても別に何かすごく見えるようになるわけでもないですね。はい。で、ESC がですね、ホビーウィングの、クイックラン 10BL120 というですね、リーズナブルな高性能ブラシレス ESC として評判の、
7000いくらですね。これは1万2000円ぐらいでしたね。モーターね。これ7000いくら。であと、これは使い回しですけれども、サボックスの、ね、私はサボックスのこのサーボ結構気に入ってますね。はい、ということですね。で、プロポは双葉の 4PM 使ってます。はい、という感じですね。で、作ってみての感想っていうところで言うとですね、まあ、まずね、とにかくね、樹脂が多いですね。っていうか、ほとんど樹脂ですね。こんなに樹脂なんだって、なんかね、昔ながらの狭小ユーザーとしては、なんか、樹脂はタミヤで、狭小のは、なんか結構、金属パーツがあるっていう印象なんだけど、もうとにかく樹脂ですね。シャフトがアルミでよかったねっていう、そのぐらいの。まあ、タミヤのね、TT-02 なんかはシャフトも樹脂だったりしますけれども、まあ、シャフトはアルミでよかったねというぐらいでですね、あとはほとんど樹脂ですね。まあ、あとはデファレンシャルとかですかね、この辺のギアとかは、まあ、スパは樹脂ですけど、他のギアは金属なんで、まあその辺ぐらいですかね。なんでね、もうプラモデルかっていうぐらいにひたすらね、こうパチ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 、ランナーから切り離すっていう作業とですね、そのカスがめちゃくちゃ出るのと、バリをなんていうの、削るっていうか処理するのがね、すごく、まあちょっと正直だるかったですね。本当プラモデル作ってんのかなっていう気分になるぐらい樹脂ばっかりでしたね。で、まあ私はね、前に、今年ちょっと前に MO1.0 をね、横物ハイエンドバギーをね作ったもんですから、なんかそれとどうしても比べちゃうとですね、やっぱりその質感とかね、そういうのも劣るのはしょうがないですよね。でもね、考えてみたらミドルクラスっていうね、で定価で半分以下なんですから、まあそれはしょうがないと思うんですけれども、なのでちょっとね、その特に作ってておすげえいいっていう感動みたいなものは正直なかったです。ちょっとネガティブなレビューな感じになっちゃって申し訳ないんですけれども、まあでもただね、できてみると、あ、結構しっかりしてるなっていう感じで、今も走らせるの楽しみですね、すごい。もう、ただやっぱ気になる点として、そのダンパー とかですね、あとこのステアリングクランクの動きが、そのフリーで動かした時にすごく渋かったんですよね、組んだ時に。あとダンパーも部分的にここのところとかは結構クリアランスのせいなのか、渋くて、こうバネがついてない状態でね、こうスッてこう動かない状態、ぐらいのね、重さだったんで、ちょっとね、あんまりこう出来がいいっていう感じには思わなかったですね、正直ね。だけど、まあミドルクラスっていうのは、まあそういうもんかなっていうね、ところですね。で、ちょっとね、そのダンパーとかクランクとか、まあ今言ったね、そのちょっと渋かったっていうところに関して、削ったりね、いろいろ調整した方がいいかなとも思ったんですけれども、ちょっとね、あえてそのままで組んでます。まあちょっとね、特にこのサスのとこなんかはどうせ動けば削れてね、少し逆にもうガタガタになっちゃったりするようなところでもあるかなと思うので、まあ少し一回走らせて具合を見てみるのもいいんじゃないかなと思って、そのままにしております。あとダンパーも、まあ素の状態で の走りっていうか、気をね、まあ感じたいというかね、まあ、まずできたままで走ってみようっていう、まあそういうことですね。でダンパーオイルもね、入ってません、キットにね。ダンパーオイルはちょっと最初ね、カーペットで走らせる予定なので、まあ最終的にはね、ダートにで走らせますけれども、ダート用として買ったんでね。なんですけど、最初ちょっとカーペットで走らせたいんで、475番だったかな、ちょっと固めかなっていうオイルを入れてますね。で、
あとね、あのデフギアは多分オイル封入式だと思うんだけど、あのパッキンとかについてて、なんだけどあのオイルはついてないんですよね。普通にグリス塗る指示しかないんですけれども、デフオイルの、5000番だったかな、5000番を入れてますね。あ、じゃあ1万番か、1万番入れてます。これは MO1.0 と同じですね。あのMO1.0 の余りのデフオイルを入れました。はい、という感じですね。ちょっとこう、ドッスンやってみると。まあ、滑らか。結構動きとしては、こうやって、なんていうんですか、まあ、重さがね、ある状態で動かした限りは、すごい滑らかな感じなんで、まあ、悪くないんじゃないかな。結構よく走るんじゃないかなっていう感じがしますね。で、今、ダンパーを一番、フロント一番緩くしてて、ギアはちょっとだけ圧2ミリかけてですね、で、その状態で車高がだいたい16ミリぐらいなんで、このまんまカーペット走れるなと思ってですね、おります。ということでですね、この後は早速ですね、明日、走らせに、シェイクダウンにね、行こうと思っております。まずはその走り慣れたね、つくばラジコンパークのカーペットコースで、そのねちょっとポテンシャルのほどをですね感じたいなということですね。でその後は、ダートでかっ飛ばしたいなというふうに思っております。はい、そしてですね、じゃちょっとね作った時のいろいろ気になった点っていうかね、その辺もですねちょっと説明書を見ながらね振り返っていきたいと思いますね。これから作る人に、作るというかね、購入検討してる人に向けてというかですね、まあ、まずね、作ってみて、やっぱりミドルクラスっていうことで入門用よりね、あんまり親切じゃないですね、説明書が。で、この間ね、ターボスコーピオン作ったんですけど、復刻バギーのね、ターボスコーピオンと同じ強称なんですけど、ターボスコーピオンの方がだいぶ親切でしたね。でね、この樹脂ばっかりなんですよ、こういう風にね。この樹脂の部品がすごい大量、ほとんど樹脂で、こうやってプラモデルみたいにね、ランナーについてて、で、それぞれのね、ランナー、こう何番がついてるんですよね。LA520 と521とかね、ついてるんだけど、このね、ランナーにね、私が探した限りはね、これは520ですわ、521ですとかいうね、そういうマークがね、どこにもないんですよ。だからいちいちね、このペ どれかなって分かんなくなったら、まあ、大体形で分かるんだけど、ちょっとね微妙だなって思ったら、このページに戻って、でこのパーツのランナーの番号、あ、これだなと、これのこれがな、同じのがあるんですよね。まあ、全く同じなのかどうなのか、これとかこれとこれなんかね、同じパーツだと思うんだけど、まあ、一応こっちの520の方で指示されてるから、一応こっちつけないとなっていうね。まあ、そんな感じでね。まあ、多分どっちでもつくんだと思うんだけどね。うん、まあ、そういうところがね、結構ありましたね。まあ、ただ、大体ね、形見ればわかるんで、そんなに困りはしなかった。んですけど、であと使わないパーツがねいくつかあるんですよね。まあ、それはここでこういう風にいろいろブラックアウトされて書いてありますね。あとセッティングパーツなのかな、この辺。もうその辺の説明は、あ、そう、点線の部品はセッティングにご使用くださいだ。これとかこれはセッティングパーツだと、まあ、そういうことですね。うんうん、なるほどね。ちょっとよくわかんなかった、最後までわかんなかった点としては、このパーツさん LA528。528にね、ウィングの、角度をつけるパーツ。これがね、なんか3種類あるような感じのこと書いてあるけど、でも、1種類しかないような気がするんだよなっていうのが、ちょっとこれが不思議に思ってる点ですね。うん、はい、まあいいや。で、
作る順番はね、面白いですね。ダンパーから作りますね。面白いって言ったらあれだけど、まあ、ちょっと意外だったのが、まあ、他のモデルはどうなのかって言われるとね、私も最近2つ作ったきりなんで、あ、3つか。2つか。2つ作ったきりなんで、そんなにね、わかるわけじゃないんですけれども、まずダンパーを作ります。そしてデフギアを作ります。それから、スパーギア作ります、サーボセーバー作りますみたいな感じで、もうどん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 ね、側っていうかね、車体につけるパーツをどん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 作っていくんですよ。でそれから最後っていうか後半でシャーシにそれがどん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 乗っていくみたいな、そういうね、そういう感じですね。で、この樹脂の、ね、ダンパーなんですけれども、この、ね、ピストンも、まあ、樹脂なのは別にいいんだけど、なんかこうバリをね、ここにバリが出てるって、これを削らなきゃいけないんで、結構ねこの、そのシリンダーと擦れるところだから、ちょっとデリケートなところにバリ出ちゃうんだなって思ってね。で一応ヤスリとかでちょっとね削りましたけど、もっとちゃんとなんていうんですか、ペーパーとかかけた方がいいのか、よかったかもしれないですね、ちゃんとやる人はそこまでやるのかもしれない。でこれも全部ね、そのプラモデルみたいになってるんで、全部こう切り離さなきゃいけないんでね、ちょっとめんどくさかったです。で、シリコンオイル350から450番って書いてて、これはまあだからされ入ってません。でね、普通にねこのロットをシコシコやってもね、重いです、はっきり言って。でいろいろねちょっとこう組み直してみたりとかやったんだけど、結局重いし、ここのねバリのせいかなと思ってね、思ったんだけど、ピストン変えてみても、ピストンをね例えば片方のダンパーと入れ替えてみたりとかしても、やっぱりねなんかピストンのせいじゃないっぽかったんですよね。その 重い方、フロント側でこう右と左でちょっと重さが違うみたいなのがあったんだけど、なんかピストンのせいじゃなくて、シリンダーのとの相性とかいろいろそういうところでですね、ちょっとやっぱ樹脂だからあるのかなと思うんですけれども、なんかねちょっと組み替えてみたらですね、なんか程よくなったんで、まあこれでいいかみたいな感じだったんですけど、なんかちょっと同じような感じですっと組めないかもしれないなって思いましたね。であとね、まあとにかく重いですね。で普通にねこうやってエアレーションダンパーとして普通、まあ、一般的なっていうかね、一般的だと思われる組み方なんですけれども、引きダンパーの状態で組んでもスーってね入っていかないんですよね。こう引いて入っていかない、重いから、渋いから。そういう感じです、ダンパーは。なんかあんまりね、まあ、出来はいいような感じはしないんですけど、ただこのダンパーって多分だけど、私は持ってないんで分かんないんですけど、サンドマスターだっけ、二輪駆動のやつあるじゃないですか。あれと同じなんじゃないかなと思うんですよね。想像ですけど。で、あれのダンパー悪いっていう話は聞いてないんですけどね、どうなのかなと思ってね。まあでも、だから走ってみてね、様子を見ようかなと思ってます。はい、そしてデフギアなんですが、まあ、デフギアはそんなに大変ではなかったですね。まあ、オイルを封入したと、さっき言ったような感じね。オイルを封入したという感じです。はい。それからスパーギアもね、別に難しくはないですね。まあ、ちょっとここの切り欠きのところが合うようにちゃんと出ようねっていうぐらいで。で、サーボセーバーもね、別に難しくはないんですけど、多分ね、このプラメタルが本来だったらベアリングが入るべきところなんですよね。だけど、まあ、プラメタル指示のクランク、ステアリングクランクというかね、になってるんですが、これもね、重い。すっごい重いです。びっくりするぐらい重くて、ちょっとね、ダノコリする可能性あるんじゃないかなと思って心配をしてます、そこは。まあ、ちょっとね、馴染んだら良くなるのかな、とかね、ちょっと期待をして、とりあえずね、そのままっていうか、まあ、そこに関してはね、もう油さすぐらいしか思いつかなかったんでね、
ちょっとどうしようもなかったんですけれども、とりあえず重いですね。多分これはあのアルミのなんか高価なオプションパーツが出るんじゃないかなっていう気がします。あとこの辺のパーツなんかも結構ガタがね、ガタが多い。このこのところはね、こうやって結構ガタが多いですね。まあちょっと微妙だなと思いました。 これですよね、このパーツがね、あたりとかが。だからここも本当はベアリングついてるやつとかもありますけど、そういうところにベアリングが入ってないんで、やっぱりねちょっと辛い感じがしますね。でタイロッドに関してはね、まあこれは別に、まあ、どれやっても同じっていうかね、普通なんですけども、私は電動ドライバーでぐりぐり回せる、ちょうどね MO1.0 を買ったら、それについてたこういうロッドエンド回しですね、これがあったんで、これでウィーンって入れたんですごい楽でしたけど、手でやるのは結構大変だなと思います。かなりねじ込まないといけないんでね。であとね、これちょっと説明書間違ってて、フロントアッパーロッドのこれ 14.5mm って書いてあるけど、後の方でね、取り付けのところでもなぜか数値が説明されてるんだけど、そこではね 14mm ってなってるんですよね。14mm の方がなんか合ってそうだなって感じがしたんで 14mm にしました。はい、まあ、そういうところですかね。これはまあ初めて作る人は片側が逆ネジなんでね、左側が逆ネジです。でこのロッドエンドが2種類あるんですね。 2L と 3L っていうサイズがあって、それがまあこの車で言うとこのタイヤ側ですか、外側が長いので車体側が短いものっていう感じで、全部このアッパーもステアリングもそういう感じになってるんで、これ作るときに逆にやっちゃうと全部ね2組作んなきゃいけないんだけど、逆にやっちゃうとすごいだるいことになりますね。はい、であとはステアリングナックルとかこの辺はまあ普通って感じですね。この E クリップで止めるやり方がなんか昔だなっていう感じがします。あとねここがですね渋かったですね、すごく。他のとこはそんなでもなかったんだけど、ここはちょっとね軽くねヤスリかけたんだけど、それでも渋かったんで、ちょっとね、あとグリスもね一応指示されてないけどグリスも塗ったんだけど、やっぱり渋かったですね。ちょっとそういうところはねやっぱありますね。はい、この辺マウントとかね、この辺はそんなにでもないですね、サクサクいきますね。ただねそのパーツどれかなっていうのをね、そのランナーの中から探すのがちょっとだるいかなぐらいですね。でいよいよ車体のところに入りますね。ボディマウントとかいろいろなポスト類つけて、その後もどんどんどんってくっつけていくんですよ、作ったやつをね。でサーボセーバーつけて、でまあサーボつけて、でそれでその後バルクヘッドつけてモーターマウントつけたら、また作ったものですね、シャフト入れて、そして、あとはデフギアでしょ、でスパーギアでしょ、でシャフト入れて、でさっき作ったバルクヘッドを上からドーンとつけてですね、でアッパーデッキというかアッパープレートつけて、でサスつけてっていう感じですね。でこの辺はねそんなにめんどくさくないし、サクサクいくし、形ができてきて気持ちいいところですね。ちょっと変わってるというか、このサスシャフトをね、の受けのところになんかこのボールエンドみたいなのを差し込むんですよね。まあ、これはどういうわけなのか、分かった。このパーツをね変更して、こっちもだけどフロントもだけど、このパーツを変更して桐蔭を変えられるんですね。フロントは違うかな、
フロントはどうなんだろう。フロントはキャスターを変えるのかもしれないですね。で、リアは多分投影をこれで変えられるんですよ。だからそのこの広さが変化するから角度が変わるんで、それに対応するためのこのボールエンドなんだね。なるほどなるほど。これがね、これもまたねプラモデルみたいになってて、あのしかもね、なんか余計なランナーがいっぱいついててね、あの切り取るのがとにかくだるい。はい、あとはまあバンパーつけて、はい、ダンパーつけて、メカ類乗せて、モーターつけて、はい、リアカバー、あとボディ関係ですね。でステッカー、まああのボディなんですけれども、ボディはもう一色塗りでこの形、この感じに仕上がりますね。一色で塗って、この白い部分とかこの辺とかこの黒いのとかも全部ステッカーで貼れますんで、まああのマスキングとかはねしなくていい。まああと窓のマスキングはちゃんとついてきてますんで、という感じで非常にお手軽にできていいですね。でステッカー貼るのね、もうこの辺の窓枠とかこの辺り貼るところに関してはドライヤー当ててやんないとちょっと綺麗に密着しないかなと思いますね。はい、まあボディもね切るのもそんなに大変ではなかったですね。楽な方なんじゃないかなと思います。ちょっとこの辺もね、この長い直線のところは難しいんですよね。普通に見すぎました、はい、という感じですね。なので制作の難易度っていうか注意点としては、バリが多いっていうのと、あとまあその場所場所で結構そのなんていうんですか、動きが渋いっていうかね、微妙なところがあって、やっぱそこをちゃんとするにはそれなりのノウハウがないとできないのかなということですね。私はあんまり ないですね、ノウハウが。なのであーって感じなんですけれども、うん、でもうね、ほんとタミヤ車かって思うぐらいに樹脂パーツが多いんですが、でもまあそれでもやっぱり組んでみると結構しっかりした作りっていうかね、なんか走りそうな、早く走りそうな感じの、うん、雰囲気はあるんで、まあ、きっといい感じで走ってくれると期待しておりますね。で、やっぱり、ね、これと比較されるのって TT02 の BR とかだと思うんですけれども、まあその元になってるのがハイエンドバギーなんで、こっちの方が性能が圧倒的にいいんだっていう話がね、されたりしてましたけれども、まあその辺どんなもんなのかなっていうのをですね、ちょっとこれは実際に走ってのお楽しみかなというふうに思っております。はい、ということで、レーザー SB ダートクロス、とりあえず完成レビューとなりますね。じゃあ次回は、初走行になります。ということでご視聴ありがとうございました。